今回はエルスワード M、韓国産のアクションゲームになります。まずはですね、キャラが最初からもらえますね。4キャラもらえています。でアバターでいろいろ、そうで、例えばこれに変えたりとか、これに変えたりとかできますね。で、これは簡単に自分で作れたり、あとはステージ、クリアしたりしてもらえます。で、自分で作った場合はですね、見えますかね。これ T5 って書いてあるんですけども、1とか2とか3とかあるんですが、数字が多いほど、いいアバターっていうか、スキルとか、パラメータがついています。で、まあ、これが普通の剣の人ですかね。キャラクターで、これが魔法職ですかね。で、こちらが弓ですね。で、最後、この人も、キャラクターも、剣かな。で、コレクションじゃなくて、クエストですね。2番上から2番目なんですが、クラフトアバターさんって書いてあるので、毎日、まあ、ニニムでアバター3つ作ろうっていうのがあるぐらいですので、まあ、毎日、最低3個は作れるぐらいの感じで、まあ、どんどんできますね。で、今、作って終わったのが2つあります。で、作り始めるのが、例えばこれやると、この人が欲しいとしてクラフトスト始まります。で、今1時間18分後に終わるんですが、6時間とか5分とかあります。で、時間が長ければ長いほどいいパラメーターがつくアバターができるみたいです。で、2つは今開けてみますね。お、T5 なのでいいやつができてると思います。で、もう一つは確か5分ぐらいだったと思うので、T1 とか2じゃないですかね。あれ T6? あー、じゃあちょっと時間で、ね、どうなるのかちょっとわかんないですね。T6 というのはかなりいいと思います。一番いいのかな、ちょっとわかんないですが。T5。これがさっきできた T5 ですね。で、見ると今つけているアバターより、リカバリーが74プラスで、オフェンスがマイナス16ですね。あと、ムーブスピードがプラス3とか、スキルボーナスダメージ 5.5 とかいろいろついています。で、宝石のスロットもついてたりしてますね。で、こんな感じですね。で、T6 は魔法職のやつですね。で、今ついてるのがこのアバターなんですが、できたのが、オフェンス攻撃が91でリカバリが83プラスですね。クールダウンが 4.5 上がったりとかも、ダメージも 24% 上がったりとか、かなりいいものだと思います。で、つけますね。うお、なんかすごい豪華になりましたね。で、こちら弓ですね。あとは、剣の人、もう一人ですね。この人だけあまり、まあ、レベル5ですから一番少ないですね。使ってないです。でですね、まずストーリーやってみますか。で、あまり難しいとこやると時間かかってしまうので、簡単そうなとこで、やりますかね。ここでもいいかな。で、ここやってみます。ですね。ストーリーですと、まあ、こう3キャラ選べるんですが、一番右は助っ人枠です。で、真ん中の人と左の人は交代で、操作可能となっています。
今回はこのメンバーでやりますかね。スキルの話を忘れてしまいましたね。今が助っ人を出しました。一定時間助っ人が出て、まあ、助っ人として、あ、もう消えちゃいましたね。あ、まだいるか。あ、いないですね。で、スキルはいろいろ自分で組み合わせとかもできたりします。では次はもう一人の方出しますかね。あ、今マックスになったので剣が赤くなっています。で、スキルバンバン打てるので派手で面白いかな。うん、まあやっててすぐスキル出せるのは楽しいですね。ではもう一人の方出しますか。はい。で、魔法ショップですね。うん。で、声が入ってないのがちょっと残念ですね。こんな風に、今、靴の、装備はもらえましたね。で、今みたいに、ビンゴが揃ったりすると、この周りの、アイテムがもらえたりもします。で、今度ここ上やりますかね。上やると、縦で下のものがビンゴで、装備も、装備かな。装備の核ですかね。で、横が、ゴールドをもらえる感じですかね。じゃあもう一回やってみます。で、今度は、これでいいですかね。はい、このメンバーでやってみます。ここは、まあ、最初の方のステージなので、まあ、簡単に。で、助っ人はします。スキルが派手で、いいですね。では交代して、スキル打ちすぎて、あまり連続ですぎると通常攻撃しかできなくなってしまいます。はい、ビンゴが揃いましたね。で、ボス面です。ボス面どうしようかな。
ちの方がいいかな。はい、ボス面になります。アバターが、パラメータとか、スキルとかついてますので、まあ、それを毎日アバター作っていかにいい、装備にするかっていうのが大事ですかね。です。で、今みたいに、アバターがもらえましたね。一番右のやつですね。ストーリーは今みたいな感じで、ミッションは派遣ですね。まあ、派遣で人って、まあ、キャラクター出してしまうと、それが、キャラクターが、使えなくなってしまいます。ステージで使う、他のストーリーとかで使えなくなってしまいますね。で、スキルですね。スキルが、いろいろあります。で、この人は、キャラクターは、5スキルあるんですが、今、アッパーカット、スパイラル、ブレイズってやつを使ってますね。で、レベルによっていろいろスキルも解放されたり、リンクされた、スキルを取れたりもします。まあ、この辺ちょっとよくわかってないんで適当にやってるんですが、いろいろリンクスキルがありますね。で、チャレンジですね。チャレンジが一つはまだ未実装なんですかね。で、真ん中はタワーで、毎層登っていくっていう形ですね。で、左のやつが、今6か。ちょっと簡単なやつにしますね。1日5回チャレンジできるのかな。で、こちらは、まあ、キャラ3体は一緒なんですが、3体同時に出ます。パーティーになってますね。で、ちょっとやってみますか。こんな感じですね。今、剣のキャラクターを、操作しています。で、左の方でキャラクターも切り替えられますね。こんな感じですね。演出がすごい、まあ、派手ですね。
これがボスですかね。こんな感じですね。そうですね。全体的に、スキルが派手で、まあ、やってて楽しいっていうのもありますし、まあ、手軽にできますね。おすすめだと思います。あと、これ PVP があれば、もっと面白いかなっていう気もしますけれどもね。はい。以上、エルスワード M でした。